はい、始まりました、石門ジャップラジオ。サッカー部出身の J リーグ大好き人間石門ジャップと、野球部出身のサッカーよりも野球派の歩く人間パワースポットこと玉吉さんと2人で、サッカーや J リーグに関する最新の話題を好き勝手トークしていく石門ジャップラジオ。話がただ脱線することもありますが、あしからず最後までご視聴していただけると嬉しく思います。ということで本日も玉吉さん、よろしくお願いします。早速なんやけど、はい、2021年シーズン、はい、J2、 はい、 J1 への昇格は、はい、岩田と京都で決定でええか。おお、すごいところついてきましたね。まあ、ここ直近の、まあ、成績からすると、まあ、岩田が勝ち点73、京都が勝ち点71、3位が、はいはい、甲府が勝ち点63、まあ、そういう状況で、まあ、残り8試合、はいはいはい、危ないっちゃ危ないよな。でも甲府が3勝京都が3敗とか、はい、したら全然あるんちゃう。とはいえ、まあ、今までの、まあ、過去の、はいはい、まあ、34節時点、残り2012年から今のところ約10年間シーズン進んでるわけなんですけど、うんうん、逆転昇格した例っていうのは3つあります。はいはいはい。ただ、まあ、2018年大分に関しては当然2位との勝ち点差は1でした。ああ、なるほどね。で、2019年の横浜 FC は勝ち点差が2でした。あ、で、ただ甲府にとって明るい材料として、うん、2016年清水エスパルスが勝ち点7をひっくり返します。ただ今回は京都と甲府勝ち点差9やもんな。いや、71と63なんで8か、8差あるんですよ。あ、なるほどね。これを覆すのはなかなか難しいっていうことを踏まえると、今まで、京都の J1 昇格確率 100%、 200% とか言うてましたけど、まあ、今回岩田と京都昇格確率 1000% で決定です。いや、たださ、はい、あの、まあまあ、その京都は全然上がってくれるのは嬉しいねんけど、はい、自分の新潟が、はい、新潟と琉球どうなったの。あ、確かに、あの、新潟と琉球開幕5連勝してて、うんうん、過去開幕5連勝しているチームは J1 昇格率 100% だったんで、はいはいはい、まあ、ここは確かに、まあ、どうなってんねんっていうところなんですけど、うん、もう無理と言っていいでしょう。あかん、勝ち点差がちょっと離れすぎてますね。琉球は落ちてくれたけど新潟まで落ちちゃったか。そうですね、まあ、琉球に関してはもう監督が解任までなってます。マジで。はい、もうその琉球に関しては、まあ、第29節頃、まあ、サンガと試合して、はいはい、まあ、イスマイラのロスタイム決勝なんで、はいはいはい、完全これでとどめを刺したなと。なるほどね。まあ、それでちょっと琉球は、まあ、それ以降からずっともう9月から入ってから勝ちなしですね、うんうん、ほぼ負けてます。マジか。まあ、そういう失速もあって新潟に関しては、まあ、ボールをつなぐチームなので、まあ、対策される側のチームなんで、まあ、そこが進んでしまい、まあ、去年も長く勝てなかった時期があって、それが新潟、まあ、ここに来てしまったなと。あと勝負弱さっていうのも正直、まあ、目立つっていうところを考えたら、まあ、仕方がないかなと。山形7連勝ぐらいなんかしてなかった。あ、してました。山形どうなったの。山形に関しても琉球と同じく京都がとどめを刺しました。ただ山形ちょっとかわいそうです。あの、というのも、まあ、オリンピックで試合が中断してて、うん、はいはい、まあ、6連勝してて、まあ、再開戦、まあ、これも勝利して7連勝と来てて、うんうん、で次ビファーレン長崎との、まあ、試合、はいはい、これも昇格を争うチームとの試合なんですけど、それがなんと台風の影響で延期になったんですよ。そうなん。めちゃめちゃ調子がいい7連勝中にもかかわらず、はいはいはい、もう2週間空いてしまって、次の試合きついな。それもうその試合で次琉球と引き分けてしまって、はいはいはい、でその上で、まあ、京都に負けてしまって、うんうん、ちょっと、まあ、とどめを京都に刺されてしまったなと、はいはいはい、この中断がなければ山形はひょっとしてっていうのはあったんじゃないかなと。あ、まあ、そういう意味でも京都に今年は運が向いてた感じだね。そうですね。でも山形としては、まあ、後に京都と試合する前、京都は1週間空いて試合やったんですけど、はいはいはい、山形は長崎と水曜日を試合して、まあ、中2日で迎えた京都戦だったので、はいはい、ここも日程面で不利っていうところあって、まあ、京都にとどめを
刺されてしまったなっていうのがありますね。じゃあさ、はい、もうぶっちゃけ聞くわ、はい、優勝は？おー、岩田か京都かってところですよね。そう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 、こういったら2個上がるのはまあまあ上がれんねやろ。はい、だから岩田か京都かやっぱり1位で行きたいよね、 J1 には、はい、ここに関してはまず状況的には京都と岩田直接対決あります。あるんや。11月第38節のタイミングで、はいはいはい、今勝ち点差2空いてて、あー全然あんのか。京都が勝てば逆転、はいはいはい、しかも岩田に関しては新潟と京都と長崎上位3チームと試合があって、はいはいはい、その一方京都はもう岩田との対戦のみ。これを考えるとありえるよな。もう優勝は京都3階 FC で決定です。ちょっと言い切っていいのか分かんないですけど、まあ、状況的に全然京都はあの勝負強さも今年あるんで、新潟に勝てば首位っていうところも勝ちましたし、はいはいはい、琉球と山形との直接対決もこれしっかり勝利してるんで、ここの勝負強さも京都としては非常にポイント高いなと思いますね。ほんならさ、はい、まあ、ぶっちゃけさ優勝が決まる日、はいはい、もうなんていうのマジックじゃないけど、はい、まあ、ボーダーこの日ぐらいにはもう決まるんちゃいますかみたいな。優勝に関しては、うん、正直最終節までもつれるかもしれないです。ああ、そうなんや、そうなんや。ただ昇格に関しては昇格か、おうおう、思いのが早いと思います。あ、昇格決定する試合、はい、今のところ、まあ、甲府が3位で、はいはいはい、まあ、巻き返してくるという状況、はいはいはい、で京都はこの甲府とは結構因縁があって、はいはいはい、まあ、かつて2005年やったかな、確か、まあ、甲府が初めて J1 昇格上がった時最終節、まあ、京都と試合して、うんうん、これで甲府が勝って、まあ、J1 昇格の望みをつないで、まあ、入れ替え戦で J1 昇格した。まずこれが一つ、はいはい、でもう一つ2012年次立場逆で甲府が J1 昇格をもう決めていて、はいはいはい、京都が甲府に勝てば J1 昇格っていうところを京都は勝てず、勝てずか、それで J1 昇格を逃したんですよ。やばいなそれで。今回、まあ、今シーズンでも甲府は京都に対してあのホームで勝ってるんですけど、うんうん、この試合甲府は京都に負けたらもう正直 J1 昇格は難しいっていう状況で甲府は勝ってきてるんで、あ、非常に京都にとって印象の悪い甲府が、はいはいはい、だんだんと巻き返してる。なるほどね。追いかけるチームとしては京都のサポーターとしては一番怖いチームが今迫ってきているという状況、はいはいはい、ただその甲府は長崎と、はいはいはい、明日試合します。これで甲府が勝つか勝たないかによって、まあ、だいぶ変わってくるんですけど、はいはいはい、まあ、それを踏まえた上でも、まあ、長崎も、うんうん、もうここ勝たんかったら4位のチームなんで、はいはいはい、京都と勝ち点差9、はいはい、これ引き分けてくれたら、うん、京都としてはめちゃめちゃ美味しい。でかいよな。でまあ、残りの試合差から見るとおそらくなんですけども第39節、39節ホームの、はいはい、京都対秋田戦、お残り3試合を残して、はいはいはい、まあ、今勝ち点差8と、はいはいはい、まあ、長崎は9空いてるので、はいはい、まあ、ここはおそらく縮まらないかなと、はいはいはい、となってくると39節ここで J1 昇格決まるんじゃないかなと。なのでこの試合玉木さん見に行きましょう。チケット取れんのか。大丈夫です。マジで。もう早速僕がファンクラブ会員としてその11時ぐらいになったら参加から LINE 通知来るんで、あ、なるほど、ね、前もって先行買取できっちり、はいはい、あのチケット押さえときますんで。そうやな、はい、まあ、ちょっと甲府が迫ってきている状況ではありますが、まあ、明日長崎との試合で引き分けてくれたら、はいはいはい、あるんか、もう完璧なんで、はいはいはい、それが結構ありえそうなので、はい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 、まあ、それを踏まえた上でちょっともう明日の第35節の試合要注目及び三河の優勝はい、はい、なるのか注目としてここらで終わっていきましょうか。ありがとうございました。